校というところに通っているんですが、うん、授業の一環としてこのアイドルユニットをさせていただいています、はいはい、そして、こう総合プロジェクトです、各5都市ありまして、総勢約250名で活動している日本唯一のアイドルユニットとなっています。はい、そんなですね、私たち総合プロジェクトなんですけども、はい、なんと新曲が2曲リリースされました。イエーイ。なんとリリース日が昨日でございます。はい、はい、昨日ね、リリースされまして、1曲目はですね、はい、かわいい系のマイスクールっていうチームの、はいはい、響けはい、曲ですね。で2曲目がちょっとかっこいいけどね、ハイカラーっていうチームのパンデミックっていう、ね、はい、2曲の新曲が昨日リリースされたんですけども、うんうん、なんとそのミュージックビデオもですね、はい、うん、25日に、お、クリスマス、そう、クリスマスの25日の日に YouTube に公開されるということですので、はい、so.onproject とね検索して、ぜひミュージックビデオの方ね、見ていただけたら嬉しいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で私たち福岡もねちょっと、はい、出てるので ね、 はい、もうぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、そんなね新曲2曲を今から福岡で披露させていただきます。はい、それでは聴いてください。マイスクールで響け。
ハイカラーパンデミック。
手ばかりじゃなく自分の弱さ知るのも一つの強さだね。闇通りに進むのか荒れた道選ぶのかは君のチョイス次第。コンパスが北を指してる。でもそれも疑うのも大事だ。ですね、なんとあと2日後がクリスマスということで、うんね、私たちソモプロジェクトですね、クリスマス曲がありまして、はい、クリスマスシーズンっていうね、はい、曲があるんですけども、はい、ちょっとサビがちょっと手振りがちょっと簡単なので、はい、ちょっと振り付け講座ということで、はい、君にメリークリスマスで、はい、ちょっとみんな誰か両手でやってほしいなクリスマスツリーをメリークリスパーメリークリスパーっていうのをやってほしいです。でこのサビが何回かね来るので、はい、君にメリークリスパーメリークリスマスっていうのがはいちょっと簡単なのでぜひ皆さんと一緒にやりたいなということで振り付け講座でした。はいちょっとね口頭でも言いたいなと思うのでちょっとみんな頑張ってねちょっとやってね。はい、はい、それではソープロジェクト福岡で、ね、クリスマスシーズン。クリスマスが近づくたびに溢れてくる胸の高鳴り。なのに君はどうしてだろう。返事が少しそう。街角には
日はソーンプロジェクト福岡のパフォーマンスをご覧いただき本当にありがとうございました。